ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演夜明けの光、浮き沈みこの世は乗車必須、されど花となり咲き乱る王家 B-Free。 文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、ちょっとラジオ配信で失礼しておりますけれども、ザ・ファーストファイナルの配信がありまして、私も見ました。今回はね、ラン君の話です。古いラン君、まあね、BMSG はザ・ファーストファイナルが終わって、いわゆるね、次の章というか新章突入みたいな感じだと思うんですが、個人的にはその新章の主人公はラン君なのかなっていうふうに思っているんですね。今後だから彼の成長というのがどうなっていくかっていうところの話なんですけど、まずザ・ファーストファイナルを見た時の感想というのと、配信でも見ましたが、私はありがたいことに29日に生に現地で行きましたので、その時のラン君のね、インパクトというか存在感というのが本当にすごかったんですよ。これは本当にその現地にいた人だったらもしかしたら賛同してくれるかもしれない。配信の方でもその歌がね、すごい上手くなって伸びが良くなってたりとか、声が太くなっててっていうところとかもあったし、ノベルコア君と一緒のね、サンクスオーマイティアーズの踊りのところもね、すごく良かったですよ。でもやっぱね、映像だからなのかな、その現地で感じた彼のカリスマ性っていうものは映像で見ると半分も伝わっていない可能性があるなっていうふうにちょっと思いました。でも間違いなく私が度肝を抜かれたのが、もちろんみんなすごかったんですけど、ここで度肝抜かれることになるとはっていうふうに思ったのが、実は俊介くんとラン君なんですよね。俊介くんの歌がめちゃくちゃ伸びが良くてすごいなって思ったのもそうだし、ラン君はカリスマ性がもう、なんだろうな、波外れているなっていうのを29日に行って感じたんですよ。で、ちょっと思ったんですけど、生の舞台をずっと3つ経験したというかね、まあ要するに東京公演があって、神戸の方でやって、それで福岡の方でね、やりまして、舞台シングで、そこでね、まあ、レイちゃんと一緒に福岡公演はやりましたし、そうで、私はその東京公演を、まあ、いわゆる配信ででしたけど見まして、で同じ演目を福岡公演でやったはずなんですが、ありがたいことにコメントでね、教えてくださる方がいらっしゃいまして、その時のラン君の歌のその進化がやばかったと、その時点で言ってたんですよ。皆さんが、見に行った皆さんが。で、その時点で、ラン君の歌がすごい進化してるっていうのを、まあ、いわゆるですね、まあ、歌が上手いといえば、レイちゃんいますし、その、つまり、福岡公演はレイちゃんも一緒にいてね、まあ、親友であり、良きライバルであるレイちゃんですけど、彼の歌はもちろんすごいんだけど、ラン君の歌の伸びがすごくて、びっくりしたっていう話を聞いてて、で、それを、まあ確かに袖を聞いていたので、その状態で29日のザストファイナル行きました。間違いなく、うん、伸びてました。それは本当にそう思ったし、歌の伸びとダンスのその説得力のところもそうだけど、やっぱカリスマ性ですわね。だからスカイハイさんがパッと見の時に王者の風格っていう風に、まあパッと見というかその王者の風格っていう風に言った言葉、あれは本当に間違ってないんだなっていう、何とも言えないカリスマ性なんだよなっていう、言葉でだからどうも表すことが難しいことなのかもしれないですよね。舞台シングにおいて、もう生の舞台をずっと経験してですね、そこで舞台の上で自分を経験見せるっていうことを、魅了するっていう意味では見せるっていうことをラン君が覚えたのと、あとね、これはそのちょっとオカルト的な話かもしれないけど、舞台にはね、神様とか魔物みたいなのがいて、で舞台のその魔物でも神様でも、まあこの時は神様にしときましょうか。神様にこう好かれる人がいるんですよね。うん、ラン君はおそらく舞台の神様にね、この好かれたというか、舞台の神様がラン君に惚れてるんじゃないかなって思わせるぐらいの、そういう感じのインパクトでした。だから彼は本当に舞台に出た時に、ライブでもその芝居でもね、すごい映えるなっていうのはもう予測ができたし、そこの部分を今後ラン君がグループデビューをすると思うんですが、そこまでね、どのように育成されていくかっていう、その The First はオーディションでもあり育成プログラムだっていうところがあるじゃないですか。でそういった意味では、まあ、今ちょうどトレーニーっていう立場でもあるし、
まあ、ルイ君とね、レイちゃんもそうだけど、レイちゃんはね、もうスカイハイさんのツアーにもね、あのオープニングアクトで同行したりとか、まあ、ソロでもグループでもやりたいっていう形で、彼は結構早い段階で彼が目指すアーティスト像っていうのは確立できていたような感じがします。で、それを目指して今頑張っているはずです。ルイ君に関しては歯の矯正とかもあるし、今はできることをやっていくと思いますが、まあでもルイ君のカリスマ性っていうのもね、やっぱさすがなんだなって思いましたが、今回はラン君の話なんでね、ルイ君の話もちょっとね、私の推しですから別個でやりたいなっていう風に思ったりしてますけど、まあだからラン君がね、その舞台のおそらく神様に惚れられているだろうなっていうところがあって、まあ皆様の中にもラン君に惚れている方は大量にいらっしゃると思いますし、そうですね、だから私としてはラン君を見た時に、まあ、ちょっと別のオーディションであり K-POP の方であれなんですが、アイランドっていうオーディション番組の K っていう私が推していた人を思い出しましてね、顔つきだったりとかね、最終のところでグループに残れなかったところであったりとか、ちょっと状況が似ていたっていうのもあったんですけど、でも K はなかなか活動っていうのもね、あんまりできていなかったんですが、その点ラン君はいろんなことをさせてもらっていて、非常にあの幸せだなってその点でも思うんだけど、育成プログラムって意味合いでその舞台を経験したっていうことも含めて、おそらく次の、グループとかそういった構想が BMSG スカイハイさんの中にはあると思うんですが、まあおそらく私だけではなくて皆さんも中にも思ってる人は多いと思いますし、スカイハイさん本人もそのように語っていたこともあったと思いますが、まあ、おそらくは次のグループはラン君中心のグループにするんじゃないかなっていうような予測をしている人が多いです。というのが、まあ全部同じっていうわけにはいかないので、ただやはり BE:FIRST をいわゆる K-POP の BTS と比べる人たちっていうのはいて、 BTS も7人グループで BE:FIRST も7人グループなんですが、 BTS の後輩にあたる Tomorrow by Together っていうグループがいまして、そこはまあ5人グループなんですが、あのヨンジュンというメンバーがおりまして、あのそのヨンジュンというメンバーはまあビッグヒット、当時のビッグヒットミュージック、現ハイブですが、ビッグヒットミュージックの中でもいわゆる伝説の練習生と言われる、もう何をやらせても超一流で常にトップを取っていたと言われる子がいましてね、で、まあ、その子が今 Tomorrow by Together っていうグループの一員として頑張っているわけですが、でその子のためのグループみたいな部分が T by T Tomorrow by Together にはあったと。ってことはまあ同じ感じにするかどうかっていうのは分かりませんが、次のグループはあのもしかしたらそのラン君を中心にして、でラン君に合わせてラン君とバランスのいい相性の良さそうな子たちを集めていくっていう形になる可能性があり、まあそこでいくと、まあ、レイちゃんが入る可能性っていうのはもう非常に高いですよね。うん、ルイ君に関してはそのさらに次なのかなっていうのがやっぱり予想としては、まあコメントでもいただきますし、私自身も最近はそう思っています。そう、ラン君とルイ君のカリスマ性っていうのはなんかやっぱりズバ抜けていて、同じところに行って2人の個性カリスマを相殺してしまうよりは別グループにした方がいいんじゃないかなっていうところだったり、それこそ大輝君とかね、エディ君とかと一緒にね、ルイ君をやるっていうのがいいんじゃないのかなっていう風に思ったりはするところですよ。そうそう、まあそういうところもありつつで、そう、大輝くんもね、今後何か出てくるんじゃないかなっていう風なところを思ったりするので、そこも楽しみなんですが、まあ今回ランクの話なんでね、結構話がやはり私はずれそうになることが多いんですが、で、ザ・ファースト・ファイナルでいわゆるね、オーディションバージョンのね、あのシャイニング版の方ですけど、まあ10人で歌ったところね、あそこの後で、あのラン君だけに照明が当たって Thanks All My Tears に行くんですけど、あそこの流れって本当に美しくて、いわゆるその Shining One は THEFIRST の最終審査だったわけで、ラン君はそこで BE:FIRST にはなれなかったわけだけど、そこで Shining One でもうキラキラで楽しんだ後で、その一人だけ残ってそこで自分の気持ち、まああるいはノベルコアさんの歌だし、ノベルコアさんの実体験にあるんだけど、ただラン君はあのノベルコアさんからオファーを受けた時のダンスが本当にすぐにあの浮かんだっていうか、そういう風なことを言っていたので、ラン君本人にもきっとあのノベルコアさんの歌詞の中にすごく感じるものがあったと思うので、だからあれはノベルコアさんの歌なんだけど、ラップ歌なんだけど、歌かな、あれはラップというよりはね、ラン君の気持ちも表している曲なんだろうなって気がするので、
だからシャイニングワンでね、すごいキラキラしたところから、あのここ、この人生がここが映画だとすればここは飛ばされるチャプター1っていうね、この人生が映画だとすればここは飛ばされるチャプター1みたいなところもあるけど、多分ランクもね、あのトレーニーとしてあの努力をしてトレーニングを積んで頑張ってるところとか、そういったところも彼の踊りの中に入ってるんじゃないかなっていう風に思って、あの流れっていうのもあのすごく実はストーリー性があるなっていう風に思ってるんですよね。そうだからそこから始まってのというか、まあ、そういう経験があってからの舞台シングでね、いろんな人たちの思いを受け取っているはずだし、あのザ・ファースト・ファイナルで歌うっていう時があった時に、まあ、座組ですけどね、あのすごくいろんな人から応援ももらっただろうし、あとね日プ2でね、やはりあの INI になれなかった子たちともその彼は共演をしていて、まあ予測ですが彼らの思いもきっとラン君はそれを思って、それであのザ・ファースト・ファイナルに臨んだんじゃないのかなっていう気がします。まあ、村松健太くん東京公演ので、神戸公演の手越雄生くん、そして福岡公演の松本明平くんね、うん、あの村松くんも手越くんも松本くんもすごく日舞2私ずっと見てましたから目立つ練習生でした。でもね、手越くんも村松くんも結局あの投票制のオーディションで、まあ彼ら的にももう残れないだろうなっていうところを確信した時期があったのを、もう番組をずっと見てて思ってて、そうだからそこのところをね見ていると、その時の彼らっていうのはやはりすごく沈んでいたんだけど、でも彼らは彼らの道を進んでいて、で絶対そのオーディションでね、まあ、結局 BE:FIRST と INI になれなかった子たち同士っていうところで絶対に何かシンパシーっていうのはもうそれこそむちゃくちゃあったと思うから、その話もしたと思うので、そのもちろん舞台役者の皆さんとか、ね、演出家の山口さんたち、あと舞台シングのファンの皆さんの思いとともに日舞2のその彼らの思いもラン君はきっと心に入れてあの歌を歌ったと思う。うん、そう私は思います。私も元国風ですし日舞2ずっと応援してましたからね、うん、でそういういろんな人たちの思いを受けたラン君っていうのはむちゃくちゃ強いですよ今ね。で本当に珍しい芸能人生を送ってますから、最初にね本当にトレーニングの段階で舞台の主演をするっていう、これも演出家の山口さんのね先見の目というか見る目がすごかったからっていうのはあるので、本当にこれも偶然といっちゃ偶然なんだけど、まあ、非常に運が良かったと思うし、で結局あのラン君が舞台のそういう才能っていうのもあったんだろうなっていうふうに思うわけですよ。でもそういう強運をね掴み取るっていう、まあまずね、そもそもザ・ファーストに参加したっていう時点でむちゃくちゃ強運なんですよね。うん、だから王様王者の風格って言いますが、まあ世の中の王様というのはね、皇帝でも王様でも、私は歴史小説なんかが好きだったりするのがあったんで、みんな強運の持ち主なんですよね。うん、だからそういうのも全部ひっくるめて、やはりラン君はすごいこれから先が楽しみだし、まあ、確実にBMSG 次のショーにも入ってますが、彼が主役だろうなと思います。で彼のデビューの時期というのがいつになるか分かりませんけれども、まあ、本当に一番良い時期にデビューをしてほしいなっていうふうに思うし、個人的には彼の29日の、あのライブ見まして、彼のカリスマ性とかね実力の伸びとか見まして、準備はもう整ったなって、まあ翔太くんに関してね、スカイハイさんがそういう風に言ってた時期がねありますが、まあランくんに関しても準備は整ったように思います。ただおそらくはランくんはやはりソロアーティストではなくグループとしてってことになると思うので、まあレイちゃんはおそらくランくんの一緒にやると、まあこれは私の願望でもあるし皆様のほとんどの方の願望でもないでしょうかね。そう、まあだからそういう感じでね、まあ、ラン君、そうランレイ良かったっすね、うん、やっぱりレイちゃんと一緒にやってる時のラン君楽しそうでね、だからある意味
グループとしての時間が5人なり7人なりでやるっていうにしても、オーディションをやったりとか募集したりとか必要ですから、やっぱ時間ってかかると思うんですよね。結局 THEFIRST だってね、 BE:FIRST だって1年以上かけてっていうか1年かけてやってきたわけですから。だから、まあ、BMSG は非常に自由なんで、何しろ118っていうんでね、あのエディーボーイ君、ソータ君、ノベルコア君で曲やったりするから、ここは一つだからランレイで 2,3 曲ぐらい出してっていう感じにしてっていう形にすると、でその上でラン君、レイちゃんと一緒になんだろうな、グループとしてデビューする子たちを、それこそ THEFIRST に参加してた子たちでもいいし、まあ、日プツーであったりとかね、ラウドであったりとかね、創造営だったりとか、いろんな他のオーディションにいた子たちでもいいし、それとは全くそんなところは関係ないところでね、ジュノン君みたいなすごい人が実はいるかもしれないみたいな、そんなのもあるし、いろいろと楽しみですよね。だからランレイで一度何か 2,3 曲ぐらいやってほしいですね。でその上でそこでさらに経験値も積んで2人のレベルもアップさせた上でグループとしてやるっていうのがなんかいいのかなっていう風にね、こうやって妄想がどんどん膨らむっていうところも、やはりラン君にすごく期待しているっていう、いうか、まあ、ラン君がねそういう存在なんだなっていうのがね自分でもよくわかります。何しろこういう妄想が広がるっていうことはね、いろんな可能性をあるっていうふうに思ってるってことですからね。まあそんな感じで思っております。あ、なんか結構いっぱい語っちゃいましたね。はい、まあ、そんな感じでラン君の今後にすごい期待だと思います。ラン君推しの方々も本当にね、THEFIRST FINAL の配信を見て安心したんじゃないでしょうか。まあまだもうちょっと待つ可能性はありますが、ただ BMSG のことなのでそんなに待たない可能性もまたありますのでね、まあ、そこのところも楽しみにして、今後ともラン君、それから BMSG、BE:FIRST すべてね応援してまいりましょう。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、グランパンパースでした。果てしない空。